宝天海戦。宝天海戦は、1905年2月21日から3月10日にかけて行われた日露戦争最後の海戦である。宝天は、現在の中華人民共和国領名称の死によ、双方合わせて60万人及ぶ将兵が18日間に渡って満州の荒野で激闘を繰り広げ、世界史上でも稀に見る大規模な海戦となった。 しかしこの戦いだけでは、日露戦争全体の決着にはつながらず、それには5月の日本海海戦の結果を待つことになる。参加兵力は大日本帝国陸軍24万人、ロシア帝国軍36万人。指揮官は、日本側、大山岩を、実質的には、参謀長の小玉玄太郎、ロシア側、アレクセイ・クロパトキン。ロシア帝国は、 シベリア鉄道の前線回数を4年後に控えていた。クロパトキンを総司令官とするロシア軍は100万人に動員令を出していたが、直前に地の日曜日事件があったように、国内は混沌とした状況にあった。皇帝ニコライ2世への国民の忠誠心は揺らぎ、後退していた。日本軍は初戦から危うい勝利を拾い続け、ここまで、 なんとか全体での優勢を保っていたが、国力の限界を超えて軍に補給を続けなくては、ならなかった。また、ロシア軍を追って、満州の奥深くへ進撃を続けたため、兵団の維持や兵力の補充はさらに困難になり、旅順行為戦の激しい消耗を経て、戦争の継続自体が危うい状況になっていた。1905年3月、満州軍首脳は、 法典で増援を待つロシア軍に対して、日本軍有利の今のうちに講和を結ぶため、賭けとも言える、総力戦を挑んだ。大山岩尾は、本作戦は、今戦役の関ヶ原とならんと訓示し、その決意を将兵たちに示した。ロシア側は、当初日本側左翼、第二軍、特に、秋山主体が防衛する国交台付近に対する、攻勢を起都していたが、 2月21日、それより、わずかに早く、日本軍左右翼の王力皇軍、満州軍機下が、陽動の目に進軍を開始し、清川城に籠もるロシア軍を攻撃して24日に、清川城を攻め落とした。しかし、王力皇軍は、乃木第三軍より編入された四国全通時第十一、師団と、皇尾第一師団によって編成されており、このうち、第十一師団は、 現役兵士団ではあったが、旅順後為戦によって、現役兵を大量に失い、王将兵によって補充されていたため戦力的には問題があった。このため、日本軍得意の野衆をかけても逆に、ロシア軍から野衆を受けるなど、海戦時の日本軍に比べると攻撃に制裁を欠いていた。王力港軍は、なんとか、清川城主体を撃退したが、 クロパトキンが派遣した予備兵力に遮られ、硬着状態に陥った。第一軍も攻撃を開始し、27日に全勝基地を落として、一定の戦果を上げた。主導権を握ったと判断した日本軍は、3月1日を期して、方天に対する包囲攻撃を開始した。作戦当初、日本軍は、陽動として、最左翼のヌギマレスの第三軍。 秋山主体によって、ロシア軍右翼を攻撃させ、王力行軍、ロシア軍左翼を攻撃中と連動させることによって、ロシア軍の両翼を圧迫し、その両翼に援軍を出して手薄になる、はずの正面に対して、大規模な攻勢を展開する意図を持っていた。秋山主体が、ビルゲル主体を破り、両翼で、第三軍、王力行軍が戦況を進展させている状況になったが、 砲典正面で激しい攻撃を行ったにもかかわらず、進展が見られないばかりか、ロシア軍に撃退さてしまう状況が続いていた。これは、カノン砲や28三地流弾砲による準備砲撃が満州の玄関によって地面が凍っていたため砲弾が引かれ、威力が半減していたことや、当時使われていた黒色火薬の威力の不足により、 ロシア軍陣地を十分に叩くことができなかったことが原因であった。このため、満州軍総司令部は作戦変更を行い、ロシア軍右翼の側面に回り込むために迂回を続ける第三軍に対し、さらに大きく方点を迂回、こうしてロシア軍退路を遮断するとともに、方点を攻撃するよう命令した。一方、ロシア軍の総司令官、 クロパトキン大将は、旅順を陥落させた、乃木の戦闘式能力とその帰化の第三軍を高く評価しており、当初ロシア軍左翼を攻撃した、王力公軍を第三軍と勘違いして、これに対して大量の予備軍を派遣した。ところが、本当の第三軍が、ロシア軍右翼を包囲するように動き出したと知って、ロシア軍左翼、王力公軍正面の応援に送った。 この予備軍を、また、さらに右、の木第三軍正面へ転進させるという命令の変更を行った。このため、乃木軍は、ロシア軍の正面を受け持ちつつ、方天へ前進するという苦しい状況になり、連日のロシア軍の猛攻の前に崩壊寸前になっていた。この時もし第三軍が、方天後方に回り込んで、ハルビンイコール方天間の鉄道遮断に成功すれば、 ロシア軍に対する物理的、精神的打撃は決定的であった可能性がある。また、クロパトキンは3万8000人ほどの第3軍を約10万人と課題に見積もっていたが、この5段が生じたのは増援を重ねた10万のロシア軍に対して、脱ぎの第3軍が対等以上に戦ったからであるとレル。ロシア軍は、砲天全面を攻撃する日本軍の第2軍。 第四軍、第一軍に対して反撃して、損害を与え続け、自軍も損耗しつつも、三月六日になって、砲典全面から徐々に計画的に交代を始めた。これは、ロシア軍正面を中央より、第三軍の方へ移す招致であった。このため、ロシア軍側面を攻撃していたはずの、第三軍及び、秋山支隊は、敵正面に対することになってしまい、苦戦を強いられた。 他の前線でもロシア軍が随時反撃を加え、日本軍の被害は徐々に増大していった。もしクロパトキンがこの時期に総反撃を命じたら満足な予備軍さえ持っていなかった日本軍が崩壊するという危機的状況にあった。しかし、日本軍の首脳部はあくまで前線での総力戦を指令し続け、ロシア軍の強固な防衛戦を前に、日本兵は文字通り死体の山を築いた。 そうした状況が数日続くに及び、ついには銃を捨てて逃走する日本兵の姿すら見られる状況に至り、大石橋の無護船、満州の日本軍は絶対絶命の状況にあった。小玉玄太郎満州軍参謀長はついに作戦全体の方針転換を決め、副審の松川利種少々と図って、第四軍と第二軍に法典への前進を指令した。 3月9日、ロシア軍の総帥クロパトキンは第3軍によって退路を遮断されることを恐れて、鉄嶺、ハルビン方面への転進を指令した。これは満州軍総司令部が全く予期しなかった出来事であった。方展のロシア兵はまだ余力のある状態で総撤退を開始したと思われたからである。ここまでの戦いで大きな損害を受けていた日本軍は3月10日、 無人になった法典になだれ込んだ。第四軍は、ロシア軍を追撃し、ニコシダンに打撃を与えた。なお、この日は、翌年に、陸軍記念日と定められている。日本側の死傷者は、約7万5千であった。ロシア軍の損害もまた大きく、ロシア側の死傷者及び捕虜約9万、回復には、秋頃までかかる状況であった。しかし、ロシア軍が受けた。 最も大きな損害は死期だったと言われる。鉄霊までの暫時退却であったはずだが、その過程で、軍隊秩序は失せ、略奪、上官への聖命など、軍隊としての体をなさないまでに崩れたという。そのためクロパトキンは鉄霊も捨てて、機体さらに退いた。すぐに、日本軍が鉄霊を占領している。ハルビンに逃れたクロパトキンは悲鳴された。開戦後は、 日本軍の能力は格段に落ちており、鉄霊まで占領して補給線が伸びきってしまった日本軍としてはこの辺が構成の限界であった。これは物資だけでなく人的補充という意味でも同じで、最後まで優先した第三軍は損耗率が四割から六割近くあったにもかかわらず、その補充の予定すら立たない状況であった。特に第一戦の将校、すなわち将利から、 大異程度の前線式を取り兵の戦闘を進む下級将校の欠乏は目をわんばかりで、海戦当初に配属されていた士官学校出身の現役将校はこれまでの海戦や巡行遺線などによって大量に損耗していた。このため大部分の将校が即成教育しか受けていないものや予備役から招集されたものばかりになり、前線での式も満足に取れないものが多く、 またたった一日の行軍で体力を消耗してしまうような老齢のものも多く存在するような状態になっていた。これは法典開戦開始前の王力行軍所属の皇備、第一師団においてすでに顕著であり、同軍は法典開戦後期にはほとんど活動できないまでになっていた。法典を制圧したことにより改戦の勝利は日本側に返したとも言えなくもないが、 ロシア軍にとって方程出艦は戦略的撤退であった。100年前のナポレオン戦争でもロシア軍が採用した伝統的な戦法であり、欧米のマスコミも当初はこの撤退を戦略的撤退であると報じていた。さらにロシア軍と日本軍では補給能力に格段の差があった。だがクロパトキンが罷免されたことで結果的に ロシア軍が自ら敗北を認めてしまった形となり、国際的にもそのように認知されることとなった。代わりに総帥として就任したリネヴィッチ将軍は軍隊秩序を乱した者を処罰していくことによって軍の立て直しに不信した。ロシア軍は敗北を認めた上でやがて日本軍に反撃することを意図していたと言える。ロシア側は法天海戦に敗北したとは言っても、 ロシア陸軍、現役兵の兵力は約200万人で、大日本帝国の約10倍は、未だ半分の動員しか行っておらずまだ、健在であり、また、インド洋には、バルチック艦隊が極東への航海の途上であり、陸海軍ともに、革面上の継戦能力は、まだ十分にあった。しかし、この年の1月の地の日曜日事件を皮切りに、ロシア第一革命が始まるな。 激しくなる国内の反乱分子の活動への鎮圧活動及びドイツ帝国への対抗として露出同盟を結んでいたフランスがこの年の3月の第一次モロッコ事件でドイツと対立するなど他の欧州諸国に対する抑止力も大量に必要とされていたためもはや遠く極東への戦力の大量補充は実質上不可能となっていた 法天海戦勝利の方に日本中ははき返り、さらに戦争を継続すべしという世論が高まった。大本営は法天海戦の勝利を受けて、ウラジオストクへの進軍による遠海州の占領を計画し始めていた。また、四個師団、第十三、第十四、第十五、第十六師団を新編し、講和圧力のためにカラフトへ上陸、占領した。これを知った。 大山岩尾満州軍総司令官は、小玉満州軍参謀長と協議し、小玉を急ぎ、東京へ戻して、戦争終結の方法を探るよう無心した。目先の勝利に浮かれ上がっていた中央の陸軍首脳は、あくまで戦意域大を主張したが、日本軍の継戦能力の不定を理解していた、海軍大臣山本権兵衛が、小玉の意見に賛成し、ようやく日露講和の準備が始められることとなった。 日露の講和を促そうと、アメリカ合衆国大統領のセオドアル・ーズベルトが、中露大使のマイヤーに訓令を発し、ニコライ2世に謁見させたが、バルチック艦隊の実情をよく知らなかった、ロシア宮廷は、バルチック艦隊が思い上がった日本に鉄椎を下すであろうという希望的観測から講和を絞る、声があった。そのため、一旦は、日露講和は頓挫する。しかし、 5月日本海海戦において日本海軍が干渉するとアメリカ合衆国の調停によって両国は交渉の席につき9月休戦が成立10月ポーツマス条約が批准され日露戦争は終結した日露双方の兵力が衝突した最大最後の陸上戦であるロシア陸軍大臣のは方天海戦後二つの軍が戦場で出会うとき それぞれ一つずつの目標を持っている。その目標を達成した方が勝者である。だから、我がロシア軍は残念ながら敗れたと述べ、ロシア軍の敗北を公式に認めた。ニコライ二世は、法典海戦での敗北を屈辱的なものと感じ、ロシア満州軍総司令官を慎重派のクロパトキンから猛将として知られていたリネウィッチに変更するという人事を行っている。 一方の日本側も戦いに勝利したものの、兵員不足、砲弾、物資不足に陥り、北方へ悠々と退却するロシア軍に対して追撃を行うことは不可能であった。このことにより、日本軍の心象とする意見も存在するが、世界では日露戦争の日本勝利を認識させる大きな結果につながった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。